時間になりました。おはようございます。もうお昼も間近ですが、アート&ブレックファーストデイ、今回はウィズ天神山ということで、天神山から、札幌市内でアーティストの制作というところに非常に近い活動をしてらっしゃる、皆さんを札幌に住んでいる市民の方に、こんな方々が活動してますよっていうのをご紹介したくて今回の企画をやることになりました。札幌天神山アートスタジオはですね、今こんなさっぱりした画面のところに私はおりますけれども、天神山緑地というとてもいい公園の中に位置しています。冬はちょっと雪山登山みたいになっちゃうんですけれども、季節を通してとてもいい環境ですので、お散歩がてらに寄っていただければと思います。で、場所は、平岸とそれから隅川の中間ぐらいにあります。で、我々ですね、2014年にオープンをしてからずっとですね、一番ご近所の南平岸の皆さんと一緒にイベントをやったりとかで、ここは国内外のアーティストが滞在する場所なんですけれども、そういうアーティストたちの、生活圏として、南平岸の皆さんにお世話になっています。ということでですね、今日は南平岸のゲストハウスお宿さんからもいろいろ、地域のことなんかも最初に紹介をしていただきたいと思いますので、地域プログラムのコーディネーターの小林の方から南平岸のことや今日隣に座ってらっしゃる、ゲストハウスお宿のおかみさんと一緒にちょっと話していただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんもよろしくお願いします。はい、どうも。これ聞こえますかね。ハウってます。一発目にハウってます。はい、こちらが第2会場です。隣にいるのが、隣っていうか僕が、一応地域関係でいろいろやってます。小林と申します。よろしくお願いします。すごい隣に近くにいるのが、誰ですか。はじめまして。南平岸でゲストハウスをやってます。おかみの奥田義恵と申します。お世話になってます。で、彼女は、商店街振興組合の理事もやっていて、この天神山でいろんな活動をやる際に、一緒に何かできないかって時に主に動いてくれるメンバーのうちの一人です。で、地味にこの映ってるこれが、はい、じゃじゃん。今ちょっと画像共有をします。去年コロナがあった際に、何か商店街の人たちとできないかなっていうことがあって、これ画像見えてますかね。はい、見えてます。はい、このお宿札幌っていうところで、なんか一緒にコラボできないかなって話をした時に、今こういう場所ですね。基本ゲストハウスなんですけど、この1階のところでいろいろ地域の方々が来て、カフェ機能を果たしたりとかしてて、いろいろ地域の人が来てくれるということで、去年こういう、コラボ企画をやりました。去年閉まっている期間中にこれまで滞在してくれたアーティストから何か簡単にできる、国の料理、チャイとか何でもいいからって言ったら、インドから来てたアーティストがチャイこうやって作るよっていうのを教えてくれて、じゃあそのチャイを商店街振興組合で、やってくれる方々にはちょっと手伝ってもらってお店で出そうというのをやりました。で、実際に去年はこれは、9月ぐらいだったかな、マドゥという、インドから来てくれたアーティストが教えてくれたマドゥのチャイをここで出すというような取り組みをしました。で、それ以外にも、
また商店街の方で子ども食堂っていうのをやってるんですけど、去年はそのみんなで食べるができなかったので弁当を、作ってみんなに渡すっていう感じだったんですけど、オーストラリアのアーティストが、ラミントンっていう、お菓子あるよっていうのを教えてくれたので、これも、地域にちょうどケーキ屋さんがあったので、これ右上のところですね、菓子工房ディアさんっていうところにお願いをしてですね、こういうの作ってくんないかと言ったら、あいよと心よく、了解してくれて、こういうのを作って、でそれを、コミカっていうコミュニティカフェがあってですね、ここがまあ商店街振興組合の事務所でありながら、まあ地域カフェみたいになっていて、ここで、商店街の方々が、こう手前にもありますね、あの子どもたちに、子ども食堂のお弁当を渡しながら、このアーティストの、ラミントンを配るというような連携企画をやったりしました。でこんな感じで結構、まあ、商店街ですよね、結構みんな動く人が若いですよね。そうですね、うちの商店街は札幌市の中でもなかなか珍しく、40代、50代、若手が非常にフットワーク軽いので。おかみは若いんですかそう思いたいんですけど。はい。若いんですね。そうですね。頑張ります。ね、こんな感じで、非常に、我々アートスタジオ山の上にあって孤立しやすいんですけど、街の中の人たちもうまいことこうつながってくれて、コロナの前は文化祭とかあったんですけど、そういう中でも参加してくれたりだとか、コロナの今でもなんか、つながりがあると面白いねっていう感じでいろいろ関わらせていただいて、今回こういう形で、また場所を提供していただいております。はい、こんな感じですかね。なんかあれですね、あとせっかくなんでお宿のアピールしてみましょう一応皆さん札幌市の方々なので、何かあったら泊まれるようですね。ああもうぜひぜひ、私は2019年の4月に南平岸でゲストハウスをオープンしたんですけれども、私の旅のスタイルがどこの国内外どこに行ってもローカルな場所が好きなんですね。中心部よりもその方がその街のこう本当の姿が見えるかなと感じているので、で、こういう都心部からまあ地下鉄10分ぐらい離れたところ、普通に札幌の人が住んでるエリアでできたらいいなっていう時に、たまたま4年越しで見つけれまして、物件を。そうなんです、そうなんです。そしてその商店街の方たちも物件見つける前からいろいろ相談してたんですけれども、すごく快く受け入れてくれて、今も一緒にいろんな活動をしてるんですが、たまにですね、本当に隣の例えば中之島とか住川とかその辺に住んでる方も泊まりにいらっしゃることもあるんですよ。気分転換のような感じ で、最近ですと、まあもちろんこの状況なので旅行者少ないんですけれども、昨日チェックアウトした男の子は5泊してくれて、ワーキングスペースとして利用しながらの滞在、そしてこのエリアの、地元の方に愛されるお店とか居酒屋さんとか行って楽しみながらお仕事してっていうことで利用いただきました。ぜひ皆さんも何かコラボイベントですとか気分転換にお泊まりですとか遊びに来ていただければと思います。お待ちしています。ありがとうございますなんか天神山アートスタジオも滞在ができる機能があるんですけど、うちの場合は5日前までには申し込みをしなきゃいけないということがありまして、例えば衝動的に札幌行きたいとか、なんかもうこもって作業したいってい こう衝動に応えてくれるのがこういう こうおかみがやってるゲストハウスの場所だったりして、まあ、我々の方にそうい こう問い合わせが来た時にすごく近くにあるし、じゃあここどうですかっていうふうに進めたりしています。で、はい、いえでもそんな感じで、うまく札幌天神山があるっていうのは本当にその前に町の暮らしがあって、そこに我々が後から参加してるっていう感じなので、
本当に皆さんに助けてもらいながらやれたらなというふうに思ってます。ありがとうございます。もうあいい感じだ、なんか時間が押すんじゃないかと思ったけどちょっと早めに進行しております。それでは、この今日集まっていただいた皆さんの中では多分活動が一番新しいのかもしれないですが、ということで、トップバッターとして、ではゼロ地点の桜田さんと堀江さん、ご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、本日はお招きいただきありがとうございます。今ゼロ地点という、スタジオアートスタジオの、まあ、運営というかに、関わっていますメンバーの桜田です。あ、堀江と言います。よろしくお願いします。今日まあ10分で、まあ、全体のまあ軽い紹介ということなので、まあまあ、かいつまんでといっても、まあ、今ご紹介にあった通り、活動自体が今年始まったばかりなので、まあ、ちょっと皆さんの他の皆さんの活動と比べるとまだまだ日が浅いんですけれども、温かく見守っていただけたら嬉しいです。で今ちょうど実はまあ見てお分かりかと思うんですが、南極にいらっしゃるんですか。南極ではないんですけど現地スタジオにいまして、今まだ絶賛ちょっと内装をちょっとリノベーションをしたりしているところなので、ところどころもともとの古民家だったんですけど面影が残ってるんですが、一応こんな感じで全然まだ仮設のところが多いんですけど、こんな感じの場所になっておりまして、まあ、いかんせんちょっと寒いのでこんな格好でやらせてもらってます。よいしょ。ではでは、でしょ。それでは簡単に、資料をご用意したのでそちらを見ていただきたいなと思います。少々お待ちください。見えてますでしょうか。大丈夫ですかね。あ、はい、見えてます。はい。ゼロ地点をちょっと簡単に紹介をさせていただきたいと思います。よいしょ。ですね。はい。外観なんですけど、こんな感じで本当に古い古民家を利用したスタジオになっていまして、築95年の木造の住宅を使っております。よいしょ。場所はこんな感じで、まあ、すごい、JR の内房駅から徒歩5分のすごい近い場所にありまして、本当にご近所にこの後発表があると思うんですが、内房のアートスタジオさんとかが近くにあるような場所です。はい。で冒頭にも触れましたが、まあ、築95年ということでだいぶ古い建物なんですけど、まあまあ、表現活動を行う、まあ、若手のアーティストだったり、まあ、アートを通じていろいろな活動をしたいよねっていうメンバーたちが中心となって、今年から、一応スタートしております。で、まず予想の経緯なんですけれども、まあ、この今書いてある入居者のメンバー、主に僕以外のメンバーですかね、石田さんと田口さんと立花さんと堀江さんとあと鷲尾さんが最初に、まあ、集まって、まあ、大学を卒業してすぐぐらいの方が多いんですけど、が、まあ、学校では制作一応できたけど卒業するとスタジオとかがないと制作環境なかなかないよね、これからまあ、なんかアーティスト活動を続けるにあたって制作する継続していく基盤がないよねっていうので、ちょっとスタジオを作りたい。まあ、だからこれから紹介する内房のアートさんも、まあ、結構人数がいてパンパンで、まあ、そこに入れなかったやつらが持ち寄ってるっていうそういう側面もあります。はい。でそこから、まあ、内房のスタジオも立ち上げに携わっているそのシンクスクールっていう、まあ、いろいろちょっと関わってる方が皆さんいらっしゃるんですけど、シンクスクールの一期を
受講されていた荒岡さんっていうの不動産関連の人にちょっと紹介してもらって、この物件を見つけて、で今、家賃を人数で割って、ちょっと契約をしているというような感じになります。で、まあ、立ち上げにあたって、そういった知り合いの方づてに、その不動産の荒岡さんであったりとか、あと、やっぱり建物がちょっと古いところなので、知り合いの建築家さんとか、建築に詳しい友人とか、いろいろな知り合いのつてをたくさん使って、なんとかちょっといろいろ協力をしてもらいながら、今、活動をなんとか、軌道に乗せていこうかなという今、状況です。というのを、目的としては、まだスタートしたばかりなんですが、個人の制作スタジオとしての利用がまずメインで、その上で入居者の間で、メンバーの間で制作をするときにちょっと刺激し合えるような時間ができるといいねっていうところ、あとまだまだ道のりは長いんですけど、この場所を使って展覧会展示だったりとかイベント等をして、地域の人とかアートに興味のある人たちにもこう場を開いていくような機会を持てたらなというのが、今現在の、目標でもあります。はい。で、よいしょ。一応今最初に画面の方でもちらっとお見せはしたんですが、一応もともとこういう本当に物がたくさん溢れた場所だったんですね。ここはそんな変わらないですね。キッチン。今なおこんな感じではあるんですが。物を使っていく、この冷蔵庫とか今使ってるんですね。水道はどうですか、使えるんですか。使えるようにしましたが20万かかりました。でも助けてください、必要ですよね。早い。そうですね、そんな感じですね。そんなごたごたがありつつ、本当に普通に人が使っていた場所っていう、ここが今ですね。今2階もあって、2階も畳があるところちょっと剥がしたりして使える。大きな場所ですね。そうです、そうです、はい。2階はもう本当に、アトリエとしては結構、最適なスペースなんじゃないかな。もともと民家ですか。本当に普通に人が住んでて、ご商売やってたとかじゃなくて、本当に民家住んでて、ベッドもあったりして、普通に寝てたりとか、仏壇もあったりし、そういうのを全部なくしてから、なくすところから作業が始まって、処分したりなんだりという。そうですね。はい、で、今の話にもつながってくるんですが、現在、主だった活動としては、リノベーションと、内装ちょっとどうにかしないといけないぞっていうところと、ちょっと少し、8月遡りますが、ジンを制作して販売っていうのをやっておりました、ネバマイさんですね。はい。と、あと、展示、個々人の活動として、展示だったり、あるいは小さいイベントだったりっていうのをちょっとやってみたりという状況です。はい。スタジオのリノベーションからさっと話すと、そうですね、内装ちょっと床、まずメインとしては床板を張り替えたり、壁もちょっと張り替えたりして、使い勝手がいいように変えていきたいねというところで今進めています。9月、はい、末、中旬ぐらいから始めてですね。で、これも、本当に知り合いの皆さんにいろいろ、ほぼ無償みたいな感じで協力をいただいてですね、アドバイスをもらったり、で建築のちょっと詳しい知り合いとかを頼ってですね、図面を描いてもらったりして、で、そうですね、こういう感じでちょっと図面に起こした状態で変更点とかちょっと洗い出して、撤去作業をまず行って、で天井をちょっと解体したりして、で、まさにここの場所が今僕らがいる。あ、そうです、そうです。で、床板をみんなに手伝ってもらいながら張ったりして、なんとか、使える状況になりつつあるという
まあ、アトリエとして使う分にはその床板壁が補修できればまあ使えるかなというところな感じでして、今写真に写っているところを含め、あの入り口入ってきたあたりからをちょっとギャラリースペースとして、使おうっていう感じの考え方をしていて、まあ、そこはもうちょっとなんか直していこうっていう感じなんですけど、はい。で、まあ、それ以外のやってきたこととしては、まあ、ジンの制作ということで、8月28日にあのネバマイさんの方に、はい、参加させてもらって冊子を作って販売というのを行いました。で、まあ、結局こうリノベして、あの、まあ、ギャラリースペースができてみたいな、まあ、オープンできる日が来たらこけら落としては、まあ、まずすると思うのは、まあ、間違いないんですけど、そこで、まあ、その前に先駆けて、じゃあその架空の展覧会としての図録をその先に作ってしまおうと。で、それもまあ作って、まあ、ゼロ地点の宣伝にもなるし、あるいはその行われるであろう展覧会のハンドブックとしても使えるということで、あのジンを作成いたしました。で、ネバマイに販売していたしまして。めっちゃブルーシートだ。はい、ちょっとやらしい感じ。まあ、これから始まる場所っていう感じで、ね、やらせてもらってます。はい。で、まあ、その他にも展示イベント、まあ、ここの活動も含まれてくるんですけど、これ以外の活動としては、まあ、つい直近だと、一応そのゼロ地点という、チームというか枠で、札幌アートステージさんの方に、出展をさせていただいたり、あと、ミニ企画みたいな、まあ、イベント、大きなイベントではないんですけど、うん、金沢にあるアーティストランスペースになるのかな、の芸宿というところと、ちょっとまあ交流というか、結構ここのゼロ地点と活動として近いところがあるので。そう、芸宿、今ある芸宿の前の旧芸宿が、とても、はい、築年数とかもここと一緒で、何かしら、ヒントがあるんじゃないかなということで、ちょっとお話をする機会ということ。お話させていただきました。ちょっとまあいろいろ参考にさせてもらいながらという感じでちょっと交流をしたりしておりました。で、まあ最後なんですけど、まあ今後の予定としては、まだまだ予想以上に思いのほか、リンクが足りない、時間がなかなかかかってるんですけど、スタジオスペース、ちょっと個人の制作環境、まだちょっと充実していないところがあるので、それをちょっとまだまだ作業続けていくっていうところと、どういうふうにここを回していこうかっていうのがまだまだ模索中の段階なので、そのあたりの整備を進めたり、で、まあ、まだ未定ですけど、やりたいと思ってるのは、次年度にしっかりオープンスタジオ場所を開いて、小さくてもいいので、1本、2本でも展示とかイベントとかっていうのを実施して、皆さんに見てもらう機会ができたらなというのを考えているので、ぜひ今、登壇いただいている方含め、あとまあ配信で見ていただいている方とかに、ぜひちょっとまず興味を持ってもらって、Facebook、Twitter、Instagram など一応あるので、そちらも見てもらいながら、ちょっとチェックしてもらえると嬉しいなというところで、発表は以上です。補足か何かありますか？まあ、余っている資材何度かありましたら、ぜひともちょっとご連絡いただければ、いや、全然資金面では全然いいんですけどね。何かしら。最近、こう、協力を得られてまして、割と展示用で使われた資材とかをいただく機会もちょっと最近増えてきまして、まあ、そういうような協力の形でもよろしいので、まあ、何かしらあれば、ご連絡よろしくお願いしますって。はい、まだまだ駆け出しなんですけれども、皆さんの協力でなんとかやってますので、よろしくお願いしますというところです。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今後も楽しみな皆さんでした。それではですね、ちらっと出てきましたが、この苗穂駅の近くにもう一つスタジオコンプレックス、まあ、アーティストが複数でスタジオ制作アトリエといいましょうか、それを経営している運営しているという場所がありまして、それが苗穂のアートスタジオという名前で活動しています。じゃあ、苗穂 のことを紹介してください。進藤さん、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。じゃあ、私は進藤と申します。苗穂のアートスタジオの、に入居しているアーティストです。
で今日、今ゼロ地点さんが、言ってたんですけど、内房のアートスタジオは内房にあってすごくあのゼロ地点の近くにあるアートスタジオで、ちょっと画面共有していいんですかね。はい、お願いします。はい、これどれを見れるんだ、これか。ですね、2017年に、できたスタジオで、今だいたい12組だったかな、10組ぐらいが一緒にいます。それでちょっと待ってください。それでですね、12スタジオあって、その他にレジデンス事務所とか、あのギャラリースペース、フリースペースとか、あと共有スペースみたいのがあって、フリースペースの方は展示とか演劇、大きい作品なんかを、すいません、ちょっとなんか私の方のネットワークがあまり動いてないようなので画面が共有できなくて申し訳ないんですけども、ちょっとあの一回画面で、すいません、私の顔でいいですかね、喋ります。それで あのですね、10人ぐらいスタジオがあって、スリースペースとかでは、まあ、展示やったり演劇があったりとか、まあ、あとは本当に大きい作品を作るときにみんなそこで制作するみたいな感じの、場所があります。でですね、これ言うの忘れたんですが、あの元缶詰工場だった場所なので、まあ、建物自体は大きいんですよね。それで、共有スペースっていうのも一つあって、そこはもう本当に休憩したり打ち合わせしたり、トークイベント、パーティーなどが行われるような感じになってます。で、スタジオとしては、コレクティブってよく今言われるような、こうグループで一つのことをやるみたいな感じではなくて、個々の、スタジオの作、まあ、個々の制作をする場所っていうのがメインであって、まあ、その中で交流はもちろんあるんですけども、そういう意識でやってます。で、年に 1,2 回、まあ、オープンスタジオがあったり、不定期で展覧会、レクチャーなどがあるという感じで使われています。それでですね、うちの、私のその内房のアートスタジオの、あ、ちょっと待って、これチャットにあれを投げます。スタジオのホームページを投げました。それでまあ特徴としてはですね、管理人さんがいるっていうのが一つ大きくて、あの先ほどゼロ地点の方の物件も紹介したと言っていた荒岡さんという方がいらっしゃって、その方が、まあ、あの修理の関係とか物件の管理とか費用の管理なんかをして、それあの、まあ、掃除なんかも含めてお任せしているので、その要するにみんなで建物を運営しなくていいっていうのは、ある種その制作に集中もできるし、あのみんなの間の摩擦も減るというか、あのそういうのの話し合いもしなくていいし、そこら辺はものすごくあのアーティストの立場としては助かってるし、これはもう本当にいいあのグループスタジオの運営の方法なんじゃないかっていうふうに私たちは結構思ってます。でそのもう一つまた別のこととしては、うちのスタジオは20代から60代ぐらいまで年齢層がすごく幅広いんですよね。それが一つ特徴で、今度新しく多分入ってくる子も20代前半ぐらいの人がいて、まあ、30代40代60代という感じで、なんか世代間の交流ができているところが面白いんですよね。そのなんかジェネレーションで違う意識があるとか、そういうのが発見できたりするのもなんかいいなと思ってます。あとはですね、みんなそれぞれ技術いろいろ持ってる方がいて、まあ、そういう場合は展示の時の展示の重機作ってなったり、フライヤーのデザインとか、そういうので、まあ、頼んで内部でできてしまったりする場合もあったりとか、あとアート関係者をみんながそれぞれネットワークを持ってるので、そういうところのハブになっているというか、そういうこともあると思います。もちろんエセアとかそのレジデンスの事務所があるので、
アーティストの出入りがあったりするっていうのもあります。もう一つはですね、ここはまあもちろん地元のアーティストが中心になって、いるんですけども、それぞれのまあ活動範囲がですね、割と広くて、市内、まあ、札幌市内、まあ、道内、国内、海外って、そのいろんなところでみんな作業、制作活動してるので、まあ、そういう中、それはちょっと一つの特徴かなと思います。それで、まあ、そんな感じでが、私の説明なんですけど、もう一つ、もう一つ、最近、カイっていう北海道マガジンカイというのがあって、それに載ってた、うちのスタジオの、インタビューが、メンバーの、管理してる荒岡さんと、あとアーティスト2人、高橋さんと今村さんの記事が載ってるので、それもちょっと皆さんとシェアしておきます。すいません。まあ、以上で私の、あれは、プレゼンは終わります。すいません、私の顔だけで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、札幌にはこういうアーティストたちがグループで集まって、一つの建物を みんなでシェアして制作活動をするという動きが実は、80年代からあったんですよね。で、まあ、それがたくさんはなかったんですけど、ずっとこう細く長く続いていたりしていて、一度そういった活動が見えない時期っていうのもあったんですが、まあ、その2017年に苗穂のアートスタジオっていうのが、まあ、できたことっていうのはすごくその札幌の、アートの活動を外から見ようとした時に、まあ、こう一つのインフォメーションセンターのようなものにもなっていて、とても面白いなというふうに思ってます。ありがとうございました。それではですね、なんと大学にこんな場所がということで、こんな機能がということで、アーティスト・イン・レジデンスもやっているし、ご自身もアーティストであるパクさんからでは、コーステップのことをご説明ください。よろしくお願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。北海道大学コーステップっていうところで働いているパクヒョンジョンと申します。この文字なんか名前読めないですね。はい、パクです。小田井さんのご紹介のように、自分も作品を作りながら、大学で働いてるんですけれども、皆さんご存知のように北大ってアートの文脈で博物館学とか学芸の課程はありますけど、現代アートの実技のところがないんですね。なのでそういったところで、なぜアーティストがどこで働いてるのっていうところも含めて、今日ご紹介できればいいかなと思ってます。で、アートを通した科学技術コミュニケーションって書いてあるんですけど、コーステップっていうところが科学技術コミュニケーションもしくはサイエンスコミュニケーションっていうものを教育研究している部署になっています。何ぞや科学技術コミュニケーションっていう話をすると10分全然足りないんですけど、私が解釈してるのは、社会の中でそれぞれの場所で科学と社会の接点を考えて何か考えるきっかけを作るっていう活動なのかなって解釈してまして、私はアートを通した科学技術コミュニケーションをやってるっていうふうに自分で思っているところです。北海道大学のそのコーステップっていうところは割と大学の中にはあるんですけど、社会っていうか学外にすごく開けた場所になってまして、大学に行く前のこう入り口のような役割をしてるのかなっていうふうに思っています。でその中には科学、いわゆるそのアカデミックって言われる理系文系含めた科学っていうところの知識もそうですし、あとここにいらっしゃる皆さんはアート関係者の方々だと思うので、そういうローカルな文脈とかグローバルな文脈とか、あとはアートの文脈じゃない人たちも、アーティストもキュレーターも、まあ、いろんな方々も受け入れて何か面白いことをやろうっていう、
組織です、こういうふうに言っていいのかなってわからないんですけどそのコーステップは、まあ、先ほど教育研究部門ってお話ししたんですけれども、まあ、1年ぐらいの、教育プログラムもあって、その科学技術コミュニケーターを養成するっていうような教育もやってますし、あと北大の普通の一般の授業とかもやってます。あと実践をやっていて、先ほどのそのアーティストインレジデンシュ含めた、まあ、いろんな活動をやっていることで、まあ、それを含めて研究者でもあるので、ちゃんと論文書いたりとかするような研究もやってるっていう状況になっています。もう多分これが全てかなというふうには思ってるんですけど、それぞれアートの文脈、現代アートがわからない場所でアートをインストールしていくっていうことが自分の中でもすごく課題になっていて、あと可能性もすごく感じているっていうところがあります。で、ちょっと古くはなってしまってるんですけど、芸術の森美術館でテオヤン宣伝をやった時に、例えばそのアーティストを北大にお呼びして、まあ、アーティストトークはよくやると思うんですけど、その時に、景観生態学を石狩を中心に、景観生態学を研究している研究者と一緒にクロストークをやったりとか、その時に学生を巻き込んで手をや命とか生命に対するワークショップを開催したりとか、動くストランドビストっていう作品の構図とかについて哲学の先生とか工学の先生とかにいろんな研究者に取材して、その、まあ、インタビューをパネルで展示したりとかするような活動をしてました。多分一番こう大学だからこそできるようないろんな取っかかりを提示するっていうことができたかなと思ってるんですけれども、まあ、そういうこともいろいろやりつつ、やっぱりアーティストの滞在制作ができるようなプログラムがあった方がいいんじゃないかっていう話もあって、そういうリクエストもあって、まあ、応募とかは公募とかあまりしてないんですけど、ご紹介いただいたりとか、こちらで選んだりとかして、アーティストとの滞在制作2019年から本格的にやっているところはあります。まあ、その結果として去年ですね、去年ソリに惹かれて科学とアートで環境をめぐるっていう地球温暖化に関する展示をやったんですけど、その時にこの展示に参加してる人のリストなんですけど、アーティストの上村さんとか、あと私とかは、まあ、滞在制作をしながらそのアート作品を展示するっていうところもあったんですけど、その下はすごい固い肩書きで、北大のいろんな研究者ですね、南極の調査隊に本当に隊長として行ってた先生だったり、あと、まあ、フロストフラワーっていうなんか氷の結晶について研究してる人だったり、地層を研究してる人だったり、まあ、いろんな先生とお話をしながら、地球温暖化って何だろう、環境をめぐるってどういうことなんだろうということを科学とアートの分野でそれぞれの視点を展示としてまとめるっていう実践をやったりしていました。あとこれ私のプロジェクトでもあって、ソリって韓国語で音を意味する言葉なんですね。で、日本だったらソリ、乗るソリだと思うんですけど、そういう音を意味したり、風景をイメージできるような言葉遊びっていうところも含めて自分の作品としてアートプロジェクトとしても進めてるっていうところで、まあ、またクロストークやったりとかするようなパターンが多いです。まあ、学生の教育もやってるので、学生にこう作品のようなアートの手法を使った表現をそれぞれやってもらったり、これクマの遺伝子を音に変換してる展示なんですけど、そういう展示をやったり、あと鑑賞、トリエナーレとか芸術祭に対してその作品をどういうふうに鑑賞できるのかっていうところをそれぞれ実習でやったりとか、あとこう企画でいろんなアーティストを呼んで一つのテーマについて授業として作品制作したりとかするようなプロジェクトをやったり、いろいろやってますっていうところで、今私がプロジェクトとしてやってるのはこの音室っていう北大の古い50年ぐらい経ってる古い音室があるんですけど、その音室で、音室を軸にしたいろんなアート表現ができればいいなと思って共同制作やったりしています。まさに今日も
あのこれからオープンするんですけど、来週の金土日もオープンしている植物と居場所苔の息っていう展示を今開催しておりますっていう、裏北大感が感じられる場所ですっていうところなので、あの何か決まってるわけではなく、あの活動の目標っていうところよりか本当に試行錯誤しながらやってはいるんですけど、まあ、研究者とか科学っていうちょっと違う分野かもしれないんですけれども、そういった人たちとこう交流することで何かが生まれるんじゃないかっていうところを日々試行錯誤しながらやっているっていうところなので、あの営業っぽくなってしまってるんですけれども、北大に何か気になるなとか、こう どう声かけた方がいいのかってわからないことって多いと思うんですけど、そういう時にあのぜひ声かけていただければ何か面白いことできるかなっていうふうに思っているところです。以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。いやそうですね、もう北大はあの中札幌の人も、まあ、札幌以外の方もあの行きやすい場所なんですよね。実は観光地にもなっているし、うん、まあ、なんかそういう中でこういうアートの活動が、しかもアートの制作の現場がそこにあるっていうちょっと面白いことがありますので、皆さん注目してみてください。それでは、満を持して私がお話を最も聞きたかったあのネバーマインドザブックさんたちの活動を、教えていただきたいと思います。はい、あの本当にたくさん あのクリエイターの方々、まあ、アーティストも含めてあのここには参加していると思いますので、ちょっとあの全体像も含めてあの皆さんに紹介いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、グラフィックデザイナーの菊池と申します。あ、グラフィックデザイナーの小島と申します。ネバーマインドザブックスは、まあイベントなんですけども、画面共有キューが出ました。ちょっとお待ちをこれかな。これで見れてますかね。いいの？はい。出た。ネバーマインドザブックスは DIY やセルフパブリッシングが好きな人のためのイベントです。制作、プリント、え、全部読む。ちょっと、はい、読みますね。制作、プリント、製本まで全て手作りのジンや小冊子、フリーペーパー。まあ、いろいろ、まあ、内容は多岐にわたるんですけども、今はあのテレビ塔、札幌テレビ塔さんで、まあ、年一、行う羽目になってるイベントなんですね。はい、まあ、これ何かっていうと、まあ本当さ先ほどのゼロ地点さんもそうですし、まあ、自分でこう手作りだったりこうなんだろうな、カラーコピーとかを多用して、作品にして束ねたものを、うん、まあ、ジンって言うんですけれども、うん、だからそれの販売を主に行っているイベントで、うん、去年、あ、今年も次の開催実績が一応こんな感じで、そうなんですね、はい、一応2011年からもう10年ぐらい実はねやってるんですよね、うん、長えな、ね、いやすっかりなんか老舗感が漂うそうなんでしょう、どうなんでしょうかねでもなんかすごいみんなよくしてくれてて、なんか本当に異業種の方、異業種っていうのかな、僕ら一応グラフィックデザインみたいなのをなりわいにしてますけど、うん、なんか全然ね知らない、全然別の業態の人も全然参加できる点で、うんうんうん、あのすごいなんか結構人は来てくれますけどね、今年だと500人ぐらいでしょうか、600人ぐらい来ていただいて、
まあ、1日だけのイベントなんですけどもね、あ、書いてますね、個人が出展して対面で販売するイベントと、あの画像が多分一番最初のしか見えてないみたいなんですよ、一角なのに。え、そうなんですか、あれなんでだろう、なんででしょうね、なんでなんだろう、今どう、え、ちょっとお待ちください、こう、あ、これは見えてます、今見えてます、今見えてます、動いた動いた、はい、うん、動いてないかったんだ、なんでだろうね、いろんなことが起こりますよね。すいません。大丈夫です。共有の仕方がちょっと間違ったみたいな。これが開催実際、はい。すいません。2011年を皮切りにですね。うん、まあまあ、ほぼほぼ年一ペースでやることになったということ、うんうん。そもそも。で、これがですね、対面で。やっぱり、あの、このイベントの醍醐味でもないんですけども、なかなかこう、まあ、手作り の、うんうん、あのものってその人の顔を見ないじゃないですか、なんか普通に売ってて、うんうん、このイベントのミソはやっぱりその作り手の顔がもろに出ているという、うん、しかも作り手の人ってもう 80% ぐらいが伏し目がちなんですねだからそういう人がその何て言うかな、あのお店の人になりきってですね、やらなきゃいけない羽目になるわけです。これが非常にこう刺激的というかね、うん、あの簡易的なお店を1日でだけですけど、しかも自分で作ったものを売るという、うん、ここがやっぱりあの出店者もそうですし、お客さんもすごい刺激のある、うん、イベントになってる部分じゃないかなと思いますね。それで、これが、ネバーマインド・ザ・ブックスの、今年出していただいた方 の、 うん、の一覧ですね。さまざまな方が出していただいております。見えてますかね。見えてます。東京からとか大阪からとか、本当に内地からの出店者もすごい多くてですね、うん、まあ、今年はちょっと、まあ、コロナのあれで、まあ、なかなか規模縮小みたいな感じで、まあ、やったんですけども、うん、これゼロ地点さんも ここにありますね、うん、出ていただきました。はい、あとシンクスクールさんも出ていただきました。うん、出てた、ね、じゃあ次は天神山アートスタジオも。はい。あ、ぜひぜひ。ぜひ、はい、出ていきたい。何かしたいんですけど。でも、あの、芸術祭に匹敵するクリエイターの数というか、一度 に見れるというか、会える。作家さんたちのそのボリューム感でいうと、本当に芸術祭と同じレベルだなっていうことを常々思っていて、まあ、あの1日とか2日とかですよね、確か開催の日程がね。だからそこにこう照準合わせていくと、あの難しい、いけない時とかも出て、あ、今年見逃したみたいなのはあるんですけど、でもあの本当にいろんな人、アーティストたち、まあ、作り手の人たちがの仕事が見れる、まあ、で本人も見れるっていうすごくいいチャンスになっていると思うので、うん、あのぜひ皆さんも足を運んでみてください。行ける、これが心置きなく行ける日がウェブでも、ね、紹介されているので、あの、はい、いいなと思います。はい、いろいろとこう、まあ、ジン自体もこの始めた10年で、うん、あのすごくこう皆さんにこう浸透した媒体になっていると、うんうんうん、あの例えばアーティストの方とかがあのそういう、こう、作品集の代わりというか、あの作品集の一つとしてあの使っていただいたりとか、まあ、それ以外にもその小さなプロジェクト
出版まではいかないんだけど、まあ、例えば自分なりにこう収集しているものがあるとか、あまりこうプロじゃないとできないみたいな媒体ではないので、これ見てる方もアーティストじゃない方もぜひ会場に来ていただいて、作ってみたいと思ったらチャレンジしていただきたいと思っております。はい、いや、ありがとうございました。なんかちょっとやる気が出ますよね。そしてこのコロナで実際に作品が外に出しづらいなっていう方にとっては、新しい方法としてもすごくそのアートブックというかジンっていう手法はありだなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いや本当にこうたっぷりとした情報が続くわけですが、皆さんお疲れじゃないですか。お昼時に近づいてきてますので、お茶を飲みながらとかご飯食べながらとかっていう感じでも構いませんので、ゆっくり楽しんでこのまま続きを見ていただければと思います。それではですね、個人で今回ご紹介をお願いしている平尾拓也さん、次にお願いいたします。お久しぶりです。あ、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日お招きいただきありがとうございます。個人での参加ということで、皆様さまざまな拠点の方々に囲まれて少し緊張しておりますが、僕自身はですね、ダンサーとして、札幌で活動をしております。でですね、いろんな分野に関わって、ダンスの中でいろんな分野に関わって踊ることが多いので、今回は基本的にその、お世話になった、途切れてました。平尾さん、お伺いいただくというような、残念ながらちょっと Wi-Fi の環境が良くないみたいなんですよ。ちょっと不安。何かが映った。でも画面の名前で、少々お待ちください。はい、大丈夫ですよ。ちなみに今画面は共有されて、画面は共有されています。わかりました。じゃあちょっとこのまま進めさせていただいて、もし、はい、電波悪くなったら、すみません、僕の顔だけで失礼させていただきたいと思います。はい、ではですね、まず、僕自身の活動についてなんですけれども、ダンスといいましても、いろいろな分野がありまして、その中で僕はですね、3つのジャンルに関わっております。1つが舞踏、1つがコンタクトインプロビゼーション、そして、演劇との関わり、こういった3本の軸の中で、活動させていただいております。簡単に順にですね、ご説明させていただきます。まず1つ目、舞踏なんですけれども、なかなか舞踏と聞いて、想像をしづらい、見たことがないという方も中にはいらっしゃるかと思います。ちょっと映像がありますので、こちらの方ですね、共有させていただきます。舞踏はですね、基本的に、田中春さんという舞踏家の方が、リーダーをしている極北会というグループで活動させていただいております。メンバーとしては10人のメンバーがいまして、さまざま都内、札幌市外でもですね、舞踏公演などを行っておりまして、今お見せさせていただくのが、小樽美術館での、公演の、ダイジェスト映像ですね。このような形で、
展示空間の中で、公演をするといったものでした。なかなかこう美術家の中で、身体表現する機会というのも限られているかと思いますけれども、なんかその美術の空間と身体が相まってまた幻想的な空間ができています。このような形で、本当に裸一つ、体身一つで踊っていくというのが舞踏のスタイルでして、昭和の時代から続いている踊りになります。こちらの方が、小樽美術館での開催ということで、こちらがですね、舞踏フェスティバルと呼ばれます、北海道の企画の一環としてですね、行われたものになります。こちらは、コンテ札幌さんと言いますですね、主催の方がいらっしゃいまして、コンテ札幌の主催のもと2017年から開催されております北海道舞踏フェスティバルですね。札幌市もそうですし、千歳であったりとか月形ニセコといった地域を回る形で、パフォーマンスが行われております。この公演自体は主催の方がいらっしゃって、しっかり準備がされている公演なので、練習場所についてもですね、コンテ札幌さんが主催するスペースのところでですね、練習をさせていただいております。コンテ札幌というのが、コトニにありまして、このビルの一角3階のスペースで練習をさせていただいております。なかなか僕自身スタジオに所属してですねダンスをしているというわけではないので、こうして練習場所があるということ自体がまずとてもありがたいような状況だと思いますね。札幌の中ではダンススクールというのがやはり多いので、そういったスタジオに所属している方々はスタジオで練習する機会があるかと思いますけれども、スタジオに所属することがない人にとってはまさに練習場所を確保することから、死活問題というような状況になっております。その中で、主催の方がいらっしゃって、練習するスペースがあるということで、大変ありがたいような状況だったかなと思います。コンテさん以外ではどういうところで、制作というか練習の場所として使うことがあるんですか？そうですね、コンテさん以外だと、札幌演劇財団、様のそば、にあるスペ練習スペースというか練習場所がありまして、中島公園のそばにそれはあるんですけれども、そちらの方も、今回はコンタクトインプロビゼーションの公演がシアター2でありまして、それに関連するといった形だったので、練習場所をそちらの方で、練習さこの公演については練習をさせていただいたこともあります。なので、大きな公演があればそれに準じた形で、主催する方々、関連するスペースで練習をさせていただくことというのはあります。ただ、こういった大きな公演はそうですけれども、個人で、何か練習をしようといったときには、なかなか練習場所がないというような状況です。そうですね、あとは、コンテさんもそうですし、演劇財団様のそばのスペースもそうですし、本当に大きな企画で予算も十分にあるということだと、あと劇場の中でも練習をさせていただくといったこともあります。例えばコトニにコンカリーニョという劇場がありまして、そちらで先日公演があったんですけれども、そちらの公演は規模も大きいということで、劇場に入ってしっかり練習をさせていただく、すみません、共有がなかなか、こちらの方が、
まあ、今回リーニョで行われた公演なんですけれども、こちらについては、まあ、劇場の中で、まあ、1週間練習させていただいて、場所の感覚をつかんだりとか、まあ、実際どういうスペースでできるのかなというのを想定して練習をさせていただきました。こういったものは、まあ、しっかり主催の方々が企画しているものです。で、私自身の活動にちょっと言及しますと、今自分でユニットを作って活動をしているんですけれども、近々公演を打つ予定でございまして、まあ、年明けですね、1月15、16日に、東洋カメラハウスという札幌駅のそばのスペースで公演をさせていただきます。ただこれはですね、やはり自分で公演を打つとなると、なかなか練習する場所もそうですし、場所を借りるといった時に、まあ、お金がかかってしまうということで、こちらですね、東洋カメラハウスさん。札幌駅の北口のそばに、うん、はい、ありまして、まあ、なかなか劇場を借りるとなると、まあ、難しい、予算的に難しいということもあるので、まあ、こういった小スペースとかそういったところでは個人での発表もしていけるような状況かと思います、うん、まあ、ただ、まあ、本当に、ギリギリの状況で、そうですね、なかなか、練習場所と場所を借りて、あと人が、お客さんがこう全員来れば、まあ、やっていける。まあ、そうでなければ、なかなか、まあ、公演を打つこと自体がかなり、まあ、負担になるような状況で、若手の人にとっては創作機会というのは、自分でやっていく機会というのは、とても限られているというのが、まあ、僕自身の周りの、ダンス、コンテンポラリーダンスの現状なのかなと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、なんかやっぱり場所の問題っていうのはついて回りますよね。だから自宅でできる作品とかプロジェクトとかそういうものだけとも限らないのでね、その表現活動というのが。だからもしこのプログラムをご覧になっていらっしゃる方で、いや若いアーティストたちにこの場所を使ってもらいたいなっていうのがあれば、ぜひご連絡いただければと思います。ありがとうございます。あれ、平尾さん、これで終わりだったんですか？私なんかいきなり締めてしまったような言いっぷりだったんですけど。あ、いいです。大丈夫です。最後に公演の宣伝だけさせてください。はい、お願いします。はい、こちらの東洋カメラハウス様で、1月15、16日に、コンタクトインプロビゼーションという接触を通してダンスを展開させていくような、スタイルの公演を行わせていただきます。マチルダというユニットでやっておりまして、うん、まあ、少々タイトルは長いんですけれども、窓に浮かぶ私は遠く儚く海のように揺れ、そして差し込む斜陽は、空の鳥籠だけを部屋に映していたというような、公演があります。はい、こちらがタイトル名です。まあ、なかなか、ダンスを見ることがない方もぜひですね、この機会に、まあ、ダンスに触れていただいて、まあ、札幌でこんな面白いことがあるんだということを、まあ、ぜひ、肌で、感じていただければと思います。ご予約の方はですね、メールまたはFacebook で平尾拓也と検索してですね、僕の方にご連絡いただければ、ご予約承りますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。すいません、宣伝をさせていただきました。以上で、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。本当にちょっとこの場所も含めて行ってみたいなと思います。ありがとうございます。それではアーティストインレジデンスの、主催をもう25年になりましょうか。もっとですかね。25年、1996年からだったと思います。確か私の記憶では。はい、です。でも詳しくは99年なんです。今代表の方も一緒にいる状態でやりますけど、
こんにちは。NPO SAIRの萩谷海と申します。よろしくお願いします。早速ちょっと、しょぼいんですけど、パワーポイントを作りましたので、ちょっと画面を共有させていただきたいと思います。ちょっと文字ばっかりがしばらく続くんで、お見苦しいですけれども、よろしくお願いします。今日、こういう機会をいただいてありがとうございました。ですね、小田井さんも、それから今日出ていらっしゃる方もほとんどご存知だと思うんですけれども、 NPO SAIRといいまして、札幌の苗穂駅、札幌のすぐ隣の駅ですよね、苗穂駅で、やっておりますアーティストインレジデンスの団体です。で、先ほど小田井さんが1996年からというふうにおっしゃってましたけれども、一応そのアートコミュニティとの活動というのはずっとやっていて、でその中で、1999年からレジデンス活動を正式に開始して、2005年から NPO 法人として活動をしたということです。でわざわざここに書いてありますけれども、ちょっと特徴としてですね、2020年、去年からやはりコロナ禍になりまして、私たちリモートでの活動というのが主になってきました。で先ほど新藤冬香さんがお話になった通り、苗穂のアートスタジオというアーティストのコンプレックスがありまして、アーティストスタジオですとか、それからギャラリースペースですとか、また荒岡さんですとか、やっぱり地域とコミュニティをつなげてくださるような方々というか、お互いに頼りにしながらやっていくような、そういった場所に拠点を構えております。で今のところですね、私と柴田と、それから代表が柴田久志と、それから立花京子がロンドンと、で私も苗穂のそばというよりはちょっと離れたところで仕事をしておりますので、全員リモートでやっている状態なんですね。で全員リモートの状態で、エアを、アーティストインレジデンスをやったり他のことをやったりしてるんですけれども、その中でやっぱりすごく大きなことというのが、小田井さんも含めてなんですけれど、過去に SAIR に関わった方々が卒業していかれてアーティストになったり、プログラムを立ち上げられたりとか、何かこう引っ張っていってオーガナイズしていくような側に回られたっていうのが、すごく私たちの宝物なんだなと思うんですよね。で SAIR だから、 SAIR って それなりにこう形がこうどんどん変わっているので、周りの人から SAIR さん何やってるのってこう聞かれるんですけれども、それはもうその時にいる人とか、そういった状況によって結構変わっているのかなというところがあると思います。ここ自体に誰かがステイっていう感じとはまた違うかなと思います。で柴田が一言にある時、そのミッションって何ですかって、 SAIR って何がミッションですかっていうふうにこう聞いたら、札幌に何らかの形でアーティストインレジデンスの DNA を残したい、そういうものが残ってれば何でもいいんだよ、いなくてもいいぐらいみたいなことを言っていて、あ、そうなんだっていうふうに、私ももともとアート畑の人間ではないので、分からないことはいっぱいあるんですけど、その時持ってるマンパワーでやってるっていう、ちょっとそういう意味で面白いなというふうに思っています。で、今年の事業なんですけれども、オンラインでのリモートエアで去年から2名の作家を招聘しておりまして、2年続けてっていうことではなかったんですけれども、パンデミックが長引いていることと、あと私たちもリモートでやってるという状況がありますので、2名後ほど紹介しますけど作家を招聘しております。それから人材育成プログラムとしてですね、エアーマスタークラス連続講座というのをやっていまして、ポストコロナと滞在政策、今日から3回やります。でこれも後でご紹介します。まずオンラインのエアーについて今ご紹介しますね。1人目呼んでおりますのがマリトシリン・カロラス・ドッターさんといって、スウェーデンの方です。でダンサーで振付家なんですけれども、本人もヒューマンズ&ソイルというカンパニーを持っています。で今出ている QR コードを見ると、これから紹介する 500m 美術館の10周年記念で今やっておりますセント・ラセントという、これ昨日始まった、企画なんですけれども、2月の2日までの企画をこちらからちょっとだけ見ることができます。でリモートですので、やっぱりアーティストの人がとてもこう離れているんですよね。もう向こうからいろんな、向こうでももう当然パンデミックですので、それを経験しながらやってるんですね。でちょっと見ていただきたいんですけど、これ見えますかね。これちょっと搬入の様子なのであれなんですが、
こういう搬入なんかも地元のアーティストである武田さんに手伝っていただいたり、武田さんに手伝っていただいたりしてます。ですね、ちょっと最初の方にこう映ってたんですけれども、ここのプロジェクターで映しているプロジェクションの部分というのが、札幌の市民の人によって送られてきた映像です。あまりにもこうズームで同じ画面で部屋の中から映ってるっていうのにもう私たちも1年半以上やって耐えきれないということなので、それぞれがもうカメラを持って外に行って、で作家であるマリットがこんなことやってみませんか、あんなことやってみませんかという課題をこう私たちにくれて、でそれを持っていくという形だったので、割とそのアーティストとかアーティストインレジデンスに慣れていない方がこう参加してみて、で森の中でいろいろ考えたりしたというような様子があるんですよね。で彼女がまあこっちで作ってるのが火の鳥っていう内容なんですけれども、これ彼女ルーツがあのサーミとそれからクルドなので、クルドの神話の中に出てくるその火の鳥っていう砂漠でも生きていくっていうようなそういうものをこう感じながら自分の本能でいろいろダンスを作って作品にしてます。まあ、多分あの地球温暖化とかそういったことも考えていて、でそういった課題、パンデミックの中でこれからどうなるのっていった課題が上がってきて、おそらくはまあこういうコラボになったんだと思います。ぜひあの500メートル美術館に行ってご覧いただきたいと思います。でもう一人がですね、あもう何分、もう一人がモーガンクエンタンスといって、この方も、去年から参加している方で、この人フジロックとかそういったのにも参加している、音楽なんかもやってる人なんですけど、音楽やって映像やって美術の批評もやってっていうことで、あのすごく面白い人で、これも QR コードで飛んでいけます。この人は What Now Now What っていうのをやってまして、ちょっとこれもあの軽く見せますね、音消します。でこれはまあ、パンデミックの中で今あなた何やってますか、これからどうしますかっていうようなことの質問を投げかけて、で札幌の人たちがいろいろ自分のやったことっていうのをこう送ってきて、モーガンも自分で映像を送ってきて、でそれをこっちの作家と、まあ、武田さんと一緒にこう組み合わせたり、あとはこちらの今から映りますけどブースの右側に、札幌でか、まあ、車椅子を利用している障害者のモデルの堀風花さんという方がいらっしゃって、その方札幌市のまちづくりアドバイザーとかもやってる方なので、町をすごくよく見てるんですよね。ですからエアーだと町を見ることができなくて、どうしても去年1年目の滞在の時はアーティストの中を中心にモーガンにもマリットにも見てもらったっていうことだったんですけど、今年の発展としてはもう一つ実際に500メートル美術館の中をこう見たり大通りを見たりっていうことがまあ経験できてるかなというふうに思ったりします。もちろん難しいところもいっぱいあるんですけれども、であとここの右側の空間っていうのはあまり言ってませんけれども、堀風花さんが車椅子を利用されているので一応バリアフリーということで、あの QR コードの位置を低くしたりとか、あのそういった形でこう見せやすいようには考えて努力をしているところです。で今あの申し上げましたのがセントラセントといって6人のアーティスト4人のキュレーター展ということで、あのうちの代表の柴田もキュレーターの一人として参加をしております。12月11日から2月の2日までですので、皆さんご覧いただければと思います。で、ちょっと駆け足なんですけれど、エアーマスタークラスの方にお話をさせていただきたいと思います。ポストコロナと滞在政策ということで3回の講座を行います。で1回目が今日なんですよね。で、皆さんにもあの申し込みいただいてるんですけれども、あの対面ですとちょっと増えてしまったので、今オンラインチケットを3時まで午後3時まで販売をしております。先ほどのセントラセントのキュレーターさんの3人の方ですね、四方由紀子さんと飯岡陸さんと長谷川新さんのお話、キュレーターさんの方々はまた違う文化であのご覧になっていると思うので、そこの文脈とかあの札幌に来て滞在制作をしている方、来てないでやる方っていうのがこう交えて、であの CAI の畑さんがモデレーターをなさるので、きっと面白い回になるのではないかなと思います。ぜひご参加ください。 QR コード後で取ってください。そして、次がですね12月25日、もうすぐなんですけれども、スカーツでやります。でポストコロナ滞在政策の2回目なので、今回は無理やり国境を越えて行っちゃった人っていうのをやります。これは、まあ、おなじみの東方雄平さん、ベトナムに行かれましたね、が対面で、柴田がモデレーターを行い
ございまして、で小川さんですね、オンゴーイングの小川さんが、まあ、オーストリアの方からつないでくださるということなので、うん、あのこちらも QR コード今パチッと取れるから取ってください。後であのチャットの方で流しておきます。で3回目はちょっとまだバナーができてないんですけれど、2月5日に行おうと思っています。であの作品制作の、すいません制作のうち違ってるんですけど、方法についてということで、過去にオンラインであの体験していただいた方とか、まあ、うちのマリットとモーガンもですね、あのオンラインの制作について語ろうというような、そういう感じになっていますので、これもそのうちあの PTX で宣伝します。これはオンラインイベントですので、よろしくお願いいたします。そんなところですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、もうエッセイヤーはこれまでだから国内外のアーティストを総勢何人ぐらい札幌に結びつけてきたんでしたっけ？送り出したのが103人、こうやってこう自分であの見ながらなんですけど、送り出したのが103人で、団体的には二十数団体で、でこちらから送った人も相当な数いるんですよね。そうですね。ね、いやあの頑張りましょう。はい、オンラインのレジデンス、あの、はい、天神山もやっておりまして、なかなかあの苦労が多いですよね。そうですね、あの日本の時間と、アーティストの現地の時間っていうことになるので、本当に私も睡眠時間以外はほとんど働いてたっていう、オンラインのレジデンスの地獄でした。そうですね、それではですね、次あのスカーツ、皆さん街の真ん中にガラスのお城がございます。その中にある、スカーツで、実はあまり表に出てこないんですけれども、すごいスーパーチームがいる。で、このスーパーチームがですね、きっとアーティストとか何か、困ったことがある、作りたい人たちを助けてくれるんじゃないかと思いまして、今日はご紹介をさせていただきたいと思います。では山田さん、よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ガラスのお城で召使いをやっております山田と申します。では早速ですと画面の共有から入らせていただきますか。はい、見えているでしょうか。はい、はい、見えてます、はい、制作現場を紹介するということで、今回イベントにご紹介いただきましてありがとうございます。改めまして、札幌文化芸術交流センタースカーツの山田と申します。テクニカルスタッフをやっております。はい、でまずですね、ちょっと軽く自己紹介なんですけど、まあ、山田と申しまして、ですね、基本的にテクニカルスタッフってどういうことをやってるのかっていうと、まあ、ざっくり言うとか、あの展覧会とかそういったところで会場を設計したりとか、まあ、その展覧会に向けてあの作品をインストールしていったり、まあ、もっと手前の段階で言うとアーティストと一緒にこう作品を作っていったりするような、そういう段階からこう事業に関わっていくようなスタッフとして、スカーツにおります。で、まずスカーツってそもそもどんなとこみたいなところで、まあ、ご存知の方も多いとは思うんですが、ですね、まあ、簡単に説明すると札幌の中心部に位置するアートセンターで、美術館ではなくてアートセンターというふうな位置づけになりますね。はい、で、住所というか、まあ、まあ、住所ですねが札幌市中央区の北一条の西1丁目というかなり、うん、あの中心部に位置していて、まあ、分かってる方も多いと思うんですけど、あの時計台とかテレビ塔のすぐ隣なので、本当に、駅前通りのすぐ1本とか2本隣の場所にあって、あの人通りも多いような場所に位置しております。はい、でですね、札幌市民交流プラザっていう文化複合施設があって、その中のうちの一つの、まあ、施設というか、まあ、チームとしてやっているような場所でして、一応ミッションがありまして、こちらもというか、あの今日説明するのがですね、あのかなりスカーツの事業が多岐にわたるので、かなり一部しか紹介できないんですけど、うん、まあ、それにあと、あのちょっとこう出来たてほやほやの資料なので、あの表記がちょっとずれたりするかもしれないですけど、まあ、そこはちょっといろいろ調べたりして保管していただきたいんですが、まあ、ミッションとしては市民の創造的な活動を支援するということと、あと新しい表現の可能性を探求するというのと、またそれに伴ってそういったものに触れられるような機会を作るというのが大きな3つのミッションとなっております。でどういう人たちがいるのということで、スカーツのスタッフっていうのが、まあ、大体15名ぐらいなんですけど、大きく分けると管理系のその施設とか書務系のことをやってくれている人たちが5名ぐらいいて、あとは企画の、まあ、ここにはキュレーションの
担当の人とか、あとはコーディネーションの担当の人とかがいたりするようなチームが6名と、あとは私が、在籍しているテクニカルのチームですね。で、本当は今、いつもは4名いるんですけども、今ちょっと1名減ってしまって3名なんですが、まあ、ここでテクニカルチームとして私は、働いているような状況ですね。で、この15名ぐらいで、本当に年何本も展覧会とかワークショップとか、あとはまあ演奏会だったり舞台の公演とか、まあ、セミナーみたいなものもやったりしているというような状況でございます。はい、ちょっと場所の説明をすると、ですね、会場として大きく使えるのがスカーツコート、スカーツスタジオ、スカーツモールという場所がありまして、ちょっとこの右に、大体の広さとか料金とかも書いてあるんですが、まあ、ここはなんていうかスカーツが、まあ、管理している、展覧会とかに使えるようなオーナースペースで、もうちょっとなんていうか会議室的な場所とか、あと練習室として使えるような場所ももうちょっとコンパクトで安いようなお値段で使える場所があったりします。はい、で実際展覧会やったりするときはこういうふうに本当になんて言うんでしょうね、すごいニュートラルな空間なので、カーペット敷いたりとか、まあ、足場組んでいろいろ壁立てたりとか、いろんなことをして展覧会の会場にしたりとか、照明を仕込んだりとか、プロジェクションしたりして、これは右の方はスカースタジオトークの会場ですけども、うん、まあ、そういったようなスペースに自分たちで設計して作っていくというようなことをしております、はい、でちょっと機材とか設備がね、いろいろあるんですよ。で、まあ、工具類とか電動工具はだいたい一式ありまして、でその他に結構なんて言うんでしょうね、特徴的なのがレーザーカッターと 3D プリンターっていうのがあって、うん、まあ、薄い、木の板とかアクリル板とかをその任意の形にデータの通りにこう切り出したりとかして、それを組み立てたりしていろんなパーツを作ったりとか、展覧会で必要な部品を作ったりできるようなものとか、まあ、3D プリンターはご存知の方もいると思うんですけども、 3D でモデリングしたデータをそのまま、まあ、うちにあるのは積層式って言ってプラスチックを溶かして積み上げていくようなものなんですけど、その任意の形でいろんなものを作れるということで、あとはスカーツっていうのは1、2階に、市民交流プラスの 1、2 階にあるアートセンターなんですけども、4階とかそれ以上の階に大きい劇場がありまして、でそこに工房があるんですよね。でなのでそこといろいろ共同したりもするので、そこで、パネル層っていう、すごい大きい板を切れるような、機材というか、なんて言うんでしょうね、まあ、そういう大きな電動のノコギリがあったりして、そういったものとか溶接機とかも、一緒に使ったりとかしております。で右側はですね、もうちょっと、本当に機材っぽい機材なんですけど、音響の機材とか照明の機材も一式ございまして、まあ、こちらで、展覧会とかトークの時に仕込んだりもするんですけど、あとはそのさっき言った劇場の方にですね、その舞台技術の方たちがついているので、まあ、その人たちと一緒に協力したりして、音響さん入ってもらったり照明さん入ってもらったりというようなことをしたりしておりますね。であと大きいプロジェクターがあったりディスプレイがあったり、あとはまあ映像再生だったり開発に必要なマシン類とかマイコン類とか、あとは最近結構配信が多くなってきたので、まあ、そういった配信に対応できるような機材とかも揃えてあったりします、うん、はい、まあ、この辺は 3D プリンターで作ったパーツとかですね、本当に展覧会で微妙に必要な場所を補ったりするようなかゆいところに手が届くようなもので、なんて言うんでしょうね、なんか紙を貼ったりする絶妙なパーツを作ったりするんですけどとか、あとは、まあ、この真ん中の黄色いやつはロボットアームのなんていうかパーツの一部を 3D プリンターで作ったりしていて、これは一つのワークショップでやった、プログラムなんですけど、その高校生とか中高生とアーティスト桑久保亮太さんっていうアーティストが一緒にこうなんていうか一つの、ワークショップをやっていくというような実践があって、その中で使ったものですね。右上は、まあ、こういったトークの会場なんですけども、これを配信でやったりもしております、うん、はい、でざっくりどんなことをしているかというと、ちょっと全然これだけじゃないんですけども、まあ、主にというところでこの4つの事業があって、貸し館のサポート事業と共催事業と公募企画事業と主催事業というものですね。でテクニカルスタッフとしてそのなんていうか開発とか制作に主に関わっていくのは基本的に下の3つになるんですけども、量としては貸し館のサポート事業が多くて、その市民の人たちが展覧会をやったりとか、まあ、展覧会というよりも講演会ですとか、あとまあ何か販売されたりとか、なんでしょうね、あとまあ演奏会が多いですね、結構。まあ、そういった時に、打ち合わせの時にどういった風にしたらいいですよとか、こういう風に、するとスムーズですよみたいなサポートをしたりとか、あとは設営とか撤去の時に一緒に立ち会って作業をしたりとか、ちょっとそういったことが主になってしまうんですけども、まあ、そういったことを貸し館の事業ではやっておりまして、で共済事業ですね、こちらは
結構外部チームとの共催の事業という書き方をしてるんですけど、まあ、割となんていうかものによって幅が広くて、例えば最悪というか最悪ラボとやってるようなウィンターチェンジっていうちょっと今年から名前が変わったりするんですけど、まあ、事業とかはかなりもほぼ主催のような形で図面引いたりとか会場の仕込みも行政と調整したりとかもいろいろこっち側でもやったり、開発も一緒にやったりというようなこととか、まあ、ヒタルはまあ内部っちゃ内部なんですけども一緒に劇場というあの会場を使って、まあ、劇場が持ってるちょっと広めのスタジオみたいなところがあって、まあ、そこで、今年でいうと高峰忠さんの展覧会を、一緒に企画してやったりしましたね。で3番目が公募企画事業 でこちらがですね扱いとしては主催事業なんですけども、年に1回、どういう企画をやりたいですかっていうようなふうにいろんな幅広く公募の企画を募って、でそこで、こちらで審査して採択された企画をその主催者の方とこちらが一緒に進めていくような事業がありまして、まあ、その時は結構なんて言うんでしょう、あの貸し館で使うような人たちが一緒にやってくれたりもするんですけども、こっちでその公募企画で一緒にやるということなので図面を引いたりとかその展覧会の調整をしたりとか、あとも開発とか制作も一緒に携わったりしております。まあ、主催事業は主催事業そのままで、こちらのスカーツが最初から最後まで全部やるものですね。はい、でもちょっと過去の事例をちょこちょこと話していきますと、でこれが結構なんていうかテクニカルとしてもいろいろ開発に携われたなという展覧会が一つあって、まあ、直近でやった遠い誰かことのありか展という、展覧会で岡見幸さんという方があの天神山でも、滞在されて発表もされておりましたが、この作品でですね、なんて言うんでしょう、まあ、ざっくり言うと、まあ、撮影をしてその撮影した、オブジェクトと撮影して編集した映像を一緒に展示しているような作品なんですけども、その作品の、撮影の場所もうちのスカーツスタジオを使ってくれたりとか、まあ、その際に撮影の方法とかこっちと相談したりしながら進めたりとか、うんうん、あとは、まあ、そうアルディーノとかマイコン類を使っていろいろ何て言うんですかね、まあ、機材というか、まあ、ロボット自走式のロボットを作ったりしているんですけど、まあ、そういったものの何て言うかどういうふうにしたらいいかなっていう相談をこっちといろいろしたりしながら進めたような、事案になりますね。ただまあこれは、同じ展覧会なんですけども、結構仮設でパネルを立てたりしたので、その際に、こちらでそのパネルの設計とかをして、ここに映ってるスタッフはですね、HSA っていうそのさっき言った劇場好きの舞台技術のスタッフなんですけども、その大道具さんたちと一緒にこっちで作ったりして、うん、展覧会の仕込みを進めたりするというようなことですね。あとはこれは高峰さんのさっき言った、劇場でやった展覧会なんですけども、その際に見てくれた方は分かると思うんですけど、すごい大きい水槽を作ってここに水を張ったんですよ。でそれが結構もうなんていうか下に図書館もあるので水が漏れたら大変だということで、うん、絶対に水が漏れないように何回も水槽のテストをしたりとか、まあ、それに伴って養生したりっていうのを、まあ、こちらで劇場のスタッフと一緒にいろいろテストしたりとか、まあ、こういったことをやって進めていったというような状況でした。でこれはですね、プラプラットっていうふうにこのプラスプラス A&T っていうプラプラットっていうんですけど、札幌の中高生とアーティストを引き合わせて、一緒にワークショップを組み上げていくっていうようなプログラムがありまして、でこれはさっきパクさんが見せてくれたコーステップと一緒にやってるプログラムの、パターンの一つなんですけど、この時にですね大和田俊さんっていう、サウンドインスタレーションを作ったりする方アーティストの方が、来て、中高生と一緒にやったんですが、その時にこのアンアースという作品があって、これをこのうちのスカッツスタジオという会場に適するようにインストールしたりとか、でそのインストールするときにこう展示台作ったりみたいな機材類を調達したり壁立てたりというようなことをこちらで全部、コーディネーションしてインストールしたというようなことですね。うん、はい、あとはまあこれ展覧会ではないんですけど、まあバトンっていう、本をなんていうんですかね、本とその本の著者とか著者というか本に関わる人と、あと北大の橋本先生という先生を呼んで、ちょっと普通のトークじゃなくて、もうちょっと刺激的な、すごい具体的じゃなくて申し訳ないですけども、まあ、トークをするような、プログラムもあって、まあ、その授業で結構その会場のしつらえとかもこっちで、設計して、プロジェクションの場所とか、ステージの位置とかも
あとはその配信とか録音とか録画とかの、出題もこっちで基本的にやるような状況になっております。あとこれはですね、来年の1月にあるんですけども、よもぎ沢さんという方と青木さんという方の、展覧会がありまして、これは公募企画事業ですね。なので、こちらと、そのよもぎ沢さん、青木さんという方が一緒にやっていくような事業なんですけども、まあ、こちらで展覧会の、展示のためのテストとかをするときに、まあ、図面引いたりして、でその図面の通り一回仕込みをして、で一緒に作家と見たりしてっていうような調整をいろいろしたりとか、まあ、そういったところもやっております。はい、で、まあ、こういったふうにテクニカルスタッフとしていろいろやっているんですけども、でこれが主催事業とかそういったものじゃなきゃサポートを受けられないのかというような話が結構あるんですが、うんうん、まあ、完全にそういったわけではなくて、まあ、さっきの可視館事業でもその打ち合わせ時に話したりとか、設営とか提供の時に立ち会ったりというのもありますし、またなんていうか、まあ、公に言ってないというか、あまり広くは言ってないですけど、もちろん相談されたら、こっちはこっちで絶対に答えようというか、絶対に突っぱねるような姿勢じゃなくて、なるべく協力できることは協力しようという姿勢なので、かなり早まりかなってしまいますけど、なんていうんですかね、まあ、聞いてくれというかコンタクトを取ってくれれば、特に例えばこっちでやる事業じゃなくてももちろん、相談できることは相談に、応じますというような姿勢でおります。でたくさん機材とか、あ、はい、何かありますか。なんか相談窓口がスカーツの中に事業としてありますよね、はい、いろんな相談を実は聞いてくれる窓口があって、でそこにこういう技術的なことも相談として投げかけたらそこには応じていただくとか、そんな感じの入り口で考えていいんでしょうか。そうですね、ちょっとすみません、あ、それです、ね、次あったんですけど、はい、ごめんなさい。このいえいえいえ、ありがとうございます。2番目の文化芸術活動サポートサービスっていうのが今小田さんがおっしゃってくれたようなもので、何か例えばまあ、その技術的なサポートでもいいですし、例えばそのどこにチラシを送ったらいいかわからないとか、展覧会をやるにあたってなんかどういうふうに進めたらいいかわからないみたいな、そういった漠然とした質問でもいいので、まあ、いろんな文化芸術に関わる、質問とか問い合わせっていうものを基本的にこっちで受けて、それに対して内部で調整して返答するみたいなことを事業としてやっているので、もちろんそういったものを活用してもらってもいいですし、まあ、このちょっと今年の、募集は終わってしまったんですけども、公募企画事業というのを毎年募っておりますので、そういったものに、アプライというか送っていただいてもいいですし、あとは今年からですね、助成金交付事業というものを、まあ、始めたというか、もともと札幌市でやってたものを引き継いだ形なんですけども、なので、まあ、いろんな、なんていうかサポートの体制はこちらでできるだけ頑張っているというような状況ではあります。でも、まあ、正直それだけではなんていうか拾いきれないところもありますし、どこに相談したらいいかわからないっていうのもたくさんあると思いますので、私はツイッターとかフェイスブックやってるんで、個人的にコンタクト取ってもらっても構いませんので、何かある方は本当にお気軽にというか相談してくれれば、こちらがやれることを精一杯やるというような姿勢でおりますので、はい、せっかく機材とかいろんな設備が本当に揃っていて、でテクニカルチームとして私も働いておりますので、まあ、展覧会に関わらずいろんな制作とか、まあ、いろんなイベントとかそういったことに力になれることがあれば、力になりますというようなことでございます。であと最後にちょっとさらっとイベントを紹介しますが、よもぎ沢さんと青木さんのさっき言ったプラットフォームという展覧会が1月8日にございまして、で次はバトンというさっき言ったような、本に関わるトークイベントなんですけど、こちらの第3回ですね、こちらが炭鉱と美術、はい、というような本がございまして、国森さんのこちらについて、はい、国森さんと橋本さんと一緒にお話ししていくようなイベントです。あとはこちらは展覧会じゃなくてですね、まあ、バンドのアコースティックライブなんですけども、ステージシリーズというような枠組みでランチブレイクさんが、1月30日ですね、スカーツコートで演奏会を行います。はい、あとはこちらはもう後ほどウルシさんから詳しくご説明いただくと思うんですけども、サイアフラブと一緒に冬の展覧会、去年までウィンターチェンジと言ってたものですね、を2月から行います。はい、ちょっと駆け足ですけども、このようなところで一通りスカーツの説明は以上になります。はい、ありがとうございました。本当にこうそこに行けばちょっと誰かが話を聞いてくれて、行き詰まったとこ助けてくれるっていうのは非常にこう制作のプロセスの中では重要な
助けだなって思っていて、で、まあ、それがあの町の真ん中にあるそのスカーツの中にそういった機能があるし、そこで働いているスタッフの方が、まあ、こんな風にこうオープンにしてくれるとはとても本当にありがたいなと思っています。だからあの制作している方ってこう割とこう一人で悩んじゃったりすること多いじゃないですか。だからそれをあのちょっと他者にあの質問投げかけてみる、まあ、ちょっとあの周りの人じゃわからないかなっていうことでもあのスカーツってとこに行ってみると意外とあの解決につながったりっていうこともあると思いますし、であのぜひぜひそれを利用してくださるといいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。あの私たちで解決できないことがあったりしても、その他の外部の団体とかいろんなチームに投げたりっていうのもできるので、はい、ぜひお気軽にご相談に来てください。はい、お願いします。ありがとうございます。本当にちょっと長丁場になってきておりますが、あと2つ の, あのグループの方の発表があります。ではお待たせしました、シンクスクール編集部の皆さん、これもあの私にとっては新しい、活動で何なさっているのかなっていうのをぜひ聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。札幌駅前通りまちづくり会社の今村と申しまして、先ほどあの新藤さんもあのやってらっしゃるあのライボのアートスタジオのメンバーでもあって作家活動もしています。で今日は、シンクスクール編集部から渡辺さんと内田さんも参加してきてくれてますね。最後にちょっと私がざっくり内容を説明して最後に2人からちょっとお話ししてもらう感じでいきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこれだ、見えますか。ではいきます。シンクスクール編集部、まあ、できたばかりの、編集部チームなんですけど、そうですね、流れを話していきます。アートとまちづくりを学ぶ、シンクスクールの卒業生とか、まあ、現役生が、交流と発信をする場としてシンクスクール編集部をやっています。でここをやっているのが、まちづくり会社っていうところなんですけど、札幌駅前通りまちづくり株式会社というところで、私は今そこの会社員でやっています。で企画とかデザインの仕事をしてるんですけど、まちづくり会社自体はこの皆さん通ったことがあると思うんですけど、めちゃめちゃこう人の1日7万人ぐらい人が通るあの地下歩行空間の横の端っこのこう広場のところの管理をしていたりですね、赤プラっていう、こう道庁の前にある、赤レンガが敷き詰められた、広場があるんですけど、ここの管理をしていたりしています。でこういうお祭りをやってにぎわいを作ったり、まあ地下法を使ってアートプロジェクトをやってみたり、あと今、街の中を回遊してアート作品を楽しんでもらうっていう企画、今日で最終日なんですけど、ぜひ皆さん見に行っていただきたい。先ほどプレゼンしていらっしゃったパクさんも作品をミレドっていう商業施設の中で今発表してくださっているので、ぜひ、7時半までなりますのでよろしくお願いします。で、まあ、地下ホットアカプラの管理運営とかもやってるんですけど、あと人材育成っていうところもうちの会社の中の駅前通り地区のエリアマネジメントもしてますけど、人材育成っていうのもうちの会社のミッションの中にあって、それでシンクスクールっていうのをやってます。でシンクスクールっていうのは、まあ、簡単に言いますと、町の担い手トッププレイヤーとか出会うとか、あとアートと町づくりの創造性を伝えるとか、まあ、いくつからでも学べるという場所を作りたいとか、まあ、時間をかけて人々とこう関係性を作っていきたいみたいな目的のもとですね、2016年から、始めています。でもう100人以上卒業してくれていて、毎年毎年楽しくやっております。で一応企画コースと制作コースの2つの、コースがありまして、あ、すいません、ちょっと。
考えることとか、あとお話ししたりすること、そういったこと、あと体験、あと、そういったところを軸に、カリキュラムを作っています。で、まあ、1年間こう学ぶんですけど、1年間でこう関係性が終わってしまうのはもったいないなっていうところから、シンクチームっていうのを始めることにしました。で、まあ、卒業生とか、まあ、現役生も含めて集まって、なんかイベントとか作ったらいいかなっていうところで始めていました。で、アートステージさんから、まあ、シークスクールに声をかけていただいて、発表の場をいただいたので、例えばこれは1年目は、アーティストの加賀城正樹さんに、動画を作って、アート鑑賞動画を作っていただいて、みんなで参加しながら飛行機の乗る時のこうなんかちっちゃいミニ動画みたいなやつのこう手でこう作っていったやつがあったりとか、あと美術史家の加計奈々子さんにお話ししていただいたり、あとこれアートステージじゃないんですけれど、みちくる編集工房の来島美智子さんにレクチャーをしていただいたりしました。だからまあ編集部の中でよく編集部じゃない、チームの中でもまあ編集部でもよく出てくるんですけど、まあその1年間勉強したけど、まあアートの専門家と自分からこう言えるわけじゃないけど、だからこそ見える視点みたいなところ、例えば、まあ、やっぱりここはつまずきポイントだよねとかっていうところを軸に企画を作っています。なんかパワポがすみません前後しちゃって、でこんな感じでやっています。で、いろいろ活動はしていたんですけど、やっぱ新型コロナウイルスの、影響でやっぱり集まることが難しいっていうところが出てきまして、それで2010年に、オンラインで何か集まれることがないかなというところで、シンクスクール編集部っていうのを作りました。で、ちょうどなんか、その卒業生とかもずっと札幌にいる人だけじゃなくて、例えば東京行ってなんか仕事を新しくしている人もいたりとか、なんかたまたままあ、そういう人とも瞬時につながることができるから、オンラインの良さっていうのもすごく感じていて、で、みんなも忙しいから、夜の例えば2時間ぐらい、月1回だったら話せるよねみたいな、なんかちょうどみんながこうやりやすい形で、で、まあコロナというところもあってというところで編集部というふうに形を変えました。で、なんで基本的にはミーティングとそのノートでこうインタビューをしたものをアップしたり、あと今までアートステージとかでいろいろやってきたそのインタビューとかを文字起こししてもう一回みんなに見てもらうみたいな風に今活動をしています。で、卒業生のインタビューも始めていてですね、京都の大学院に行った大西陽子さんですとか、あと小樽でとことこそうという、スペースをやっている荻野陽子さんとか、そういった方々に、そうですね、インタビューをして記事にしていたりします。で、次はオンライン同窓会っていうのを今メンバーで企てていて、部員をそれをやって部員を増やしてもう少し活動を活発にできたらいいかなっていうところを考えているところです。以上です。じゃあ次内田さんに、じゃあこれ共有切りますね。はい、はじめまして、シンクスクールの、現役生でかつ卒業生でかつ、編集部の内田と申します。私がまず、シンクスクールの編集部に入ろうと思ったのは、今回の今制作コースの現役生なんですけれども、まあ、前回企画コースで卒業した後に、そもそも普通の私は社会人なんですが、やっぱりアートだったり街づくりっていうところが興味があってシンクスクールに入ったものの、やはりちょっと卒業後に皆さんとちょっとなかなか交流とかは機会がないなって思った矢先に、まあ、編集部があるというふうに聞いたので今回入って、今活動させていただいてます。で、個人的に感じる魅力は、やはり
気が違う方々との交流ができるっていうところもあるんですけれども、一番の大きな魅力としては、シンクスクールはやはり私たち生徒として、まあ、いろいろ学ぶっていう立場にあるんですけれども、編集部っていうところは、例えば、編集のインタビュアー視点だったりとか、あと主催者視点から、アートとか街づくりに、実際にこう関われるっていうところがすごく魅力的だなと思って今活動させていただいてます。マキですが、魅力は以上です。ひよさん、あ、聞こえますか？シンクスクールの2期、企画2期卒業の渡辺です。渡辺というよりもきっとひよひよですと言った方が馴染みのある方が多いのではないかと思うんですが、はい、一応、シンクスクール卒業して、シンクチームの方を、得まして、で昨年そのシンクスクール編集部の立ち上げの時に、まあ、一応編集部の副編集長という立場で関わらせていただいているんですけれども、今いるメンバーの方皆さんいろいろ集まってやってるんですけれども、一応企画とか制作とかっていうことでいろいろ作ることに関して携わっていこうとか携わっているっていう方が多いんですけれども、やっぱりなかなかこういろんなイベントを文章化するとかインタビュー言葉を読める文章に組み立てていくっていうことがやっぱりなかなかやっぱりちょっと毛色が変わるというか難しい部分もあって、でそれをみんなでああでもないこうでもないと言いながらこうしたらいいよねああしたらいいよねっていうような感じで話をしながらいろいろ組み立てていくという過程がなかなか面白いなというところで、今活動をさせていただいています。で、今はもう完全に発信、交流してる中で交流プラス発信という形で結構一方的な形になってるんですけれども、まあ、ゆくゆくは一応編集部という名前ではあるんですけれども、双方向でいろんな人と関われるような場作りにまたしていければいいなというようなことを考えて今活動をしている 途中でございます。皆さんぜひいろいろこれからもいろんな方にお話を聞きたいなというふうに思っているので、ぜひご協力いただけるとすごく嬉しいです。はい、以上です。ありがとうございました。小田井さんがミュートになってます。失礼しました、はい、編集部っていう機能は非常にこう可能性あるなと思っていて、でそれこそ DIY で自分の何か作って物外に出そうっていう人たちも多いですし、札幌の中には、で例えばアーティストインレジデンスで私やコーステップさんやエッセアなんかが外からアーティストを呼んできた時もこう表現をしたりこうプランを構築することに夢中にもういっぱいになっていて、なかなかそれをこう言語化してこう誰か他者とつなげていくみたいなところがこうできづらくなってくるじゃないですか、まあ、本当に特に一人で仕事をしている人なんかはそうだと思うんですけど、なんかそういうところにこうシンクスクールの編集部の方と一緒にこう共同して言葉にして伝えるみたいなところをこう一緒にやれたらなっていうのが、私アートスタジオとしてはそういうことできたらいいなって思いますし、もう個人の作家さんとか個人の作り手さんとかクリエイターの方とかもそういうこうところで一緒にやるっていうのは一つ面白い展開を生むんじゃないかなというふうに聞いてて思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。頼もしいですね。でも100人も卒業生がいて、はいね、それがつながっているというのが楽しい。皆さんすごいなんだ優秀な方が多くてなんかもう卒業式からいろんなところでいろんなことをやられてるんですごい。あ、平尾君もね、うん、卒業してくれたりとか、はい、皆さん大活躍してくれて嬉しい限りです。ございました。ありがとうございます。で大取りになりましたけれども
すみません、サイアフ札幌国際芸術祭の中で、やはり人材育成ということだったり、あのオンゴーイングなプロジェクトを手掛けている、サイアフ部とサイアフラボについて、親分のうるし先生からちょっとご紹介を、はい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 、皆さん時間がないの で, 1分 で, そうですよね、もう時間が一応あの終わりの時間に喋らなきゃいけないというちょっと辛さがありますけども、あのいや僕でよかったなと思って最後、あの、そういう意味ではね、皆さんにプレッシャーかけずによかったな、本当に今日皆さんあのご参加いただいてありがとうございます。お話あのお聞きいただいているストリームのね配信聞いていただけている方も、何かいらっしゃるみたいなので、あの本当にありがとうございます。あ、今はあの札幌展示山アートスタジオの運営代表としてのあの立場でお話をさせてもらってますけど、でもね、小田井さん、あのやっぱこうやっていろんな方がこう札幌市内であのいろんな拠点なり活動を持ってて、こうやってこうみんなでつながって話ができるように札幌がこう徐々にこうなってきたっていう感じがあのすごく私は実感を持ちましたけど、いや本当にすごいちょっと画期的だなって思いました、ね、10年15年前の時に比べたらね、まあ本当に、ね、あのみんながそれぞれに頑張ってるっていう状況があったんですけど、そうそうそう、横につながっていくっていうのがなんか、ね、この数ヶ月の間に結構今日来ていらっしゃる方と、うん、なんかオンラインとかオフラインとかいろんな形であのお会いしてね、なんかお仕事の話なりなんなりあのした方たちがばかりなので、あのすごくそれを改めて新鮮な思いで聞かせていただきました、うん、本当にありがとうございます。で、ね、最後に、まあ、ここからはすいません、札幌国際芸術祭の事務局マネージャーという立場で、少しだけあの本当にもうあの駆け足でお話をさせてもらいたいと思っています。あの半分札幌国際芸術祭の宣伝だと思って聞いていただけたらと思いますのであの気楽にあの聞いてくださいね。もう今更というか、何と言いますか、何でしょう、ちょっと今画面共有させていただきますね。ちょっと待って、画面共有は OK ですよね。あ、見えてます皆さん、大丈夫ですか。はい、札幌国際芸術祭の、事務局マネージャーのうるしでございます。今日は簡単にあの札幌国際芸術祭と創造活動拠点というね今日テーマがありましたので、札幌国際芸術祭も皆さん、おそらく今日あの画面に映ってらっしゃる方は皆さんあのご存知だと思いますが、まあ、芸術祭のちょっと説明しちゃうともう5分とか10分じゃ収まらないので、まあ、3年に一度、開催している、大きな芸術イベントですけども2014年から始まりまして、もう約準備期間含めるともう10年近く芸術祭の活動っていうのが続いております。で1回目のね芸術祭、坂本龍一さんのゲストディレクターで、なんかねあのいろんな会場を使って、非常にこう最先端の現代アートやメディアアートの作品を、まあ、触れていただく機会になっております。でまあ、2017年ね2回目は、またちょっと趣向が変わって大友義秀さんがディレクターで、芸術祭ってなんだというタイトルでね、もうちょっとこう市民参加とか街中展開とか、芸術とか美術のための、に作られた状況じゃないあのまた別なエリアに、ね、こうどんどんこう芸術がこう侵食していくような、まあ、そんな芸術祭、が開催されました。で、3回目ね満を持して冬にやろうなんつって始まった芸術祭なんですけど、ね、冬に向けて、しかもディレクターが、3名あの今までの1人ディレクターから3人ディレクターになって、いよいよ札幌らしい芸術祭やろうじゃねえかみたいなところで、始まったんですが、まあ、ご存知の通り、パンデミックの状況が、悪化しましてですね、中止ということになってしまいました。でまあ、それをまあ補う上でのドキュメント展だとか特別展みたいなのを開催したんですけども、まあ、一旦この3回目の芸術祭っていうのは幻で終わったということで、芸術祭このまま続くのかということをみんな、考えていたんです。あの、ね、ちょっと心配になられる方もいたと思うんですけど、一応4回目の芸術祭といいますか、事実上3回目の芸術祭を2023年度に開催する方向で今話を進めております。年明けにね近い頃にはもしかしたら、次のディレクターさんの発表なんかもね、予定していきたいなというふうに思っております。
で、一応その活動拠点みたいなねお話ありましたので、芸術祭の活動拠点って何だろうと、3年に1回のイベントだけど何かなと思った時、まずは、私も含め、芸術祭自体を、運営している人たちがいる場所が一つの活動拠点だろうということで、現在札幌国際芸術祭の活動拠点は一応の芸術祭は実行委員会形式になってまして、札幌国際芸術祭実行委員会の事務局が今の札幌時計台ビルの10階にございます。それは実は市役所のね、一セクションになってまして、札幌市民文化局の国際芸術担当課というところに、ねあります。そこには今、市役所の職員の方が9名ですね、まあ、公務員の方ですね、あと僕を含む外部から関わっているマネージャーが4名の、10… あ、足し算がもうこの時点で間違ってますね、13名のはずが14名、あ、事務員、事務の方も1人入れて14名かな、はい、ということでご許しいただきたいと思います。で、一応アドバイザー機関的なものとしてコミッティという、ね、機関がありまして、そこに5名の専門家の方が入って、芸術祭の方向性や、内容についての検討、日々やっているというようなことです。何か芸術祭のことを聞きたい方は、ね、この時計タビル10巻に駆け込んでいただければ嬉しいなと思います。はい、ということで、次回の財布どうするっていうことを、まあ、今ここで、まあ、話し合っているということです。で、今日紹介したいのは、実は、まあ、活動拠点でいうともう一つのね、活動拠点とされている札幌市資料館、まあ、今旧札幌構想院ということになってますけども、これは2020年に、国の重要文化財にも指定されちゃって、ますます使いにくい施設になってきておりますが、ここでですねやってる活動が、一応その最悪が3年に一度あるんですけども、その間をつないだり、その芸術祭が開催されるまでの間にね、いろんなことをこう調整していくための、場として今開かれています。一つはサイヤフラウンジという、ね、場所と、もう一つプロジェクトルームという、ね、場所で、ここでさまざまな、活動を芸術祭が、やっています。で、この中で、今日紹介したいのが2つということで、一つは先ほど来お話出ているサイヤフラボという活動ですね。で、もう一つがサイヤフブという活動、この2つが、まあ、ある種こう地続きでやらせてもらっている、活動になります。で、あ、もうだいぶ経っちゃいましたね、時間ね、はい、サイヤフラボの活動から、先にさっとねお話ししたいわけですけども、はい、サイヤフラボ、これ2014年の芸術祭が終わった後に、やっぱり次の芸術祭に向けてどうすると、ね、イベントを、ね、3年に1回やるだけでいいのかっていう話がありまして、もっと、札幌市民の人たちに芸術祭のことを知ってもらおうとかね、よりその札幌ならではの芸術祭を展開するためのもっといろんな、活動をしていかなきゃいけないんじゃないかということで、まあ、研究開発だとか、いろんなその札幌にある要素を、国際的に発信するためのコンテンツ開発とかね、まあ、いろんなことをやっていくべきじゃないか、まあ、それと同時に、芸術とか現代アートとかメディアアートっていう、ちょっとこう馴染みのない人にはねとっつきにくい、こういった分野に対してもっとこうなんていうのかな、親しみを持ってもらえるような活動をしなきゃいけないんじゃないかっていうような、まあ、パブリックプログラム的な、意味合いを込めて、サイヤフラボというね、機関を作って、その中でさまざまな、展開をしていこうということになったわけです。ですから2015年ですね、2014年の芸術祭終わって2015年から札幌資料館を拠点に始まったのがこのサイヤフラボで、メンバーは、基本的にはです、ね、今これ現状のメンバーとされている人たちっていうのは2014年の時に、先ほど山田君が言ってたような、ね、紹介されたような、テクニカルな部分で、関わってくださっていた、方たちを中心に、集まっていただいて、そこで、プログラムをいろいろこう、考えて展開しようということになったわけです。まあ、ここには、多摩美術大学の現状サイヤフのコミッティメンバーでもあります久保田明亮さんとか、他にもいろんな学生さんとか、ね、研究員として参加してくださっている方も多数いらっしゃいます。そういったサイヤフラボ、基本的には先ほど言ったように研究開発、あるいはそのアーティストのコミッションによるアートプロジェクト、市民の皆さんやそういう専門知識を学びたいという人たちに対する人材育成、この3つを柱にして、プロジェクトをやっています。で、開催、2015年のね、サイヤフラボがスタートした当初は本当にいろんなことをやっていました。
本当にそれこそ、札幌って何でしょうみたいなね、なんか札幌学みたいなことをやるプログラムがあったり、本当に子どもたちにプログラミングを教えるようなワークショップがあったり、自分でそのプログラミングを学んで教育現場で、何か展開しようとしている人たちに対するレクチャーを行ったりね、あるいはラボのメンバーが、ライブをやったりとか、なんかそんなこともあったり、していました。でそんな形の中で、一番ちょっとこう当初象徴的だったのが冬に行っていた札幌たる火祭りというですね、でこれはつららを、一つこうテーマにしていまして、札幌の一つのこう特徴である冬という環境の中で、つららを一つのメディアとして捉えた時にどんな、表現ができるだろうかみたいなことを、メンバーの皆さんと市民と一緒になってこう考えていく、まあ、それを一つこう、その研究成果を発表する場としてね、たる火祭りっていうのを、毎年開催していました。でその他にアドバイザーの久保田明宏さん、今スーパーバイザーになってますけど、久保田明宏さんが、多摩美術大学と東京大学の研究チームと一緒に行っているアートサットというですね、衛星芸術プロジェクトというのがありまして、そこのチームと、サイアフラボのチームが、連携して、燃える沼公園舞台に、スペース燃えるプロジェクトと題して、成層圏まで、気球を飛ばして、まあ、その成層圏にある、環境情報を、取得して、そこからまたその情報データをもとに、新しい表現につなげていこうみたいな、まあ、そういったプロジェクトを展開したりしています。急にだから宇宙に行こうみたいなことになっちゃったりするわけなんですけども、まあ、そんなことを実際に2017の、例えば、2回目の芸術祭の中で、展示発表させていただいたりするようなこともありました。はい。で、2017が終わった後ですね、よりこうサイアフラボのやっていくことを、まあパブリックプログラム的な展開からもう少し、メディアアートの、に特化した、プロジェクトとして、展開していこうというふうになっていくわけなんですね。でそこで今行っているのがエクストリームデータログ&ラジカルデータビジュアライゼーションという、ちょっと長いタイトルですけれども、自作で環境情報を取得できる装置を、自作で作って、まあ、それを、よりエクストリームな、まあ、より極限の状況に持ち込んで、北国ならではの、なんていうかな、他の地域ではなかなかこう取得できないような環境情報をもとに、先ほどのスペースモエルじゃないですけど、それをまた新しい、表現につなげていこう、違う形で可視化していこうみたいな、そんな取り組みをしています。まあ、こういう、これ大切なんですけども、冬の雪山に登って、そこのデータを取得したり、下の方はですね、ディープウォーターって今タイトルがついてますけど、深海、約水深200メートルよりも深いところ、深海と言いますけども、その深海に、このモジュールを潜らせて、そこから取得できるデータで新しい芸術表現をやってみようとかね、まあ、そんなことを今、企んでさまざまな実験をしています。でもう一つ人材育成というところでは、このコロナ禍で始まったプロジェクトですけども、アートエンジニアリングスクール、プログラムで、いわゆるそのアートの 裏の舞台を支える、ね、エンジニアの方々にスポットを当てて、その実際にエンジニアとして活動されている方のお話を聞いたり、それにまつわるワークショップを展開したり、まあ、そんなことをやったりしています。はい。で、先ほど、スカーツの山田君からも紹介ありましたけど、まあ、そういった一連のサイアフラボの活動の一つの、まあ、集大成的な、イベントを年に1回冬の時期にですね、スカーツの、空間をスカーツとの連携でですね、その空間を使わせていただいてやっている展覧会というのが、昨年までは札幌ウィンターチェンジというタイトルで、やっておりました。今年は冬の展覧会っていう非常にこう分かりやすいタイトルに変わりましたけども、まあ、そこで、そういったこう雪とか冬とか除雪とか、まあ、そういった、サイアフラボが、冬の期間に特に、手がけてきた、さまざまな実験の成果を、まあ、ここで、中間的に発表したりするということをやっています。これ去年の、ね、フライヤーで、今年も2月の5日頃から約3週間ぐらいですね、スカーツを活用させていただいて展示を行っています。これは去年の、冬の展示の様子ですね。まあ、ここにいろんな、方たち、まあ、地元のエンジニアの方とか道外の方、地元の業者さん、さまざまな研究者の方、いろんな方に関わっていただいて、
サイアフラボが一つのこうそういったこう、プラットフォームになってね、活動しているというのが特徴かなというふうに思います。はい、これはの除雪彫刻って去年、ね、作った除雪車の通った後にできた痕跡をわざわざ、データに起こしてわざわざ発泡スチロールを加工して作って、展示をして最後本当にそこにあった場所に夏に戻しに里帰りさせるっていうね、そんなプロジェクトをやっておりました。はい、ここからサイヤフ部、ね、行っても大丈夫ですか。サイヤフ部っていう活動があります。これは、2018年から行っている活動で、今ではそのサイヤフラボは少し、メディアアートとかね、そういうちょっとアートの専門的な知識を身につけたり、研究開発を行っていく一方で、もっとこう芸術祭そのものを、市民の方たちと一緒に盛り上げていけないかということをテーマにして、そもそもアートの楽しさとかね、そこでの、参加とか鑑賞とか、芸術祭とアートをつなぐ、芸術祭と市民をつなぐってことはどういうことかってことを一緒に考えて、もらえるようなメンバーを、募って、比較的こうサークル活動的というか部活動的な感じで、取り組みをしているのがこのサイヤフ部という活動です。これ2018年の秋から、ね、スタートしまして、本来だったら2020のサイヤフで、その活動成果を何かしら発揮する予定だったんですけど、今は次の2023に向けて活動を再始動して、今年の春にね、今年の夏に第2期生を応募しまして、今総勢23名で活動しております。で、活動は基本的にはこう定例ミーティング月に1回やっています。でここを資料館の会場を使ってやるんですけど、今はちょっとコロナ禍で今年の秋以降は基本的にはオンライン、リモートでミーティングを行っという形です。でそのミーティングと合わせてですね、専門家によるレクチャー、これはシンクスクールさんなんかまさにそういう活動されていると思うんですけども、芸術さんにいろんな専門家の方が必然的にこう関わっていただく、ディレクターはじめキュレーターさんであるとか、先ほど言ったようなエンジニアさんであるとか、展覧会を設計する、インストーラーさんとか、いろんな方が、いらっしゃいます。そういった方たちから、アートの専門的な知識を学ぶ機会っていうのを、サイヤフ部の中でも作ったりしています。で実際に、自分たちでも何か、そのイベントや、プログラムの中で機能していくことも、実践活動としてやっていこうということで、実際に例えば先ほどサイフラボで紹介したタルヒ祭りとかね、スカーツで行う冬の展覧会等で、サイフの皆さんが作品と鑑賞者をつなぐような、取り組みっていうのを実際に、企画して、その中で、部員さんたちがいろんな、ツールを考えたりね、実際にガイドしてみたらどうなるのかみたいなことをシミュレーションしたり、ね、そんなことを、活動の中で日々、取り組んでおります。はい、でこれはちょっと余談ですけど、スカーツで行われている例えばアートコミュニケーターさんとね、なんか共同して一緒になんか活動してみたりとか、そんなこともやってみたり、実際にいろんなイベントにね、足を運んでみて、みんなでその自分たちの活動にどう活かせるかみたいなことをやったりする。これは愛知トリエンナーレに一緒に視察に行った、写真ですけども、そんなことで、札幌国際芸術祭の中だけじゃなくて、いろんな、活動している人たちの様子もきちんとね、リサーチしながら、じゃあ芸術祭でこんなことやるべきじゃないかとか、こんなことやってみたいということを財布の中で日々、話し合って、芸術祭と市民の方をつなぐという活動を、現在しております。はい、で年の最後には一応、報告会みたいなことをやったりしてね、自分たちの活動の振り返りみたいなこともやっているということで、すいません駆け足で結局結構長く喋ってしまいましたが、芸術祭の中身の話というよりも芸術祭を、ある種こう下支えする、活動の2つを、紹介させてもらいました。以上です。はい、ありがとうございました。本当に完全に芸術祭の紹介だったなと思って、すいません、もうちょっとそうですね、制作の的なところを見たかったなという名残惜しさはありますけれども、こうしてですね、とにかく今回本当に
パンデミックになって実際に人と会えなくなったり、まあ、天神山の活動も随分その内容が変わったりしてるんですけど、さっきもシンクスクール編集部の今村さんが話をしてくれましたけど、そのパンデミックがあったからそのオンラインを使って結構もう水平のつながりみたいなものが作りやすくなったっていうのは本当に良い面だったなと思います。ウルシ君が固まってて怖いんですけど大丈夫ですかね。それでだからその流れの中で、まあ、今回、はい、天神山の方でこう皆さんに声をかけさせていただいて、こうして札幌の中で本当にこう同時にいろんなことが起こっているっていうのをまずは札幌に住んでいる方皆さんに紹介する機会が持てたことは良かったなと思ってます。本当お忙しい中お時間を作っていただいてありがとうございました。何か本当はお互いへのツッコミとかもちょっとやりたかったんですけど時間が長くなりすぎちゃったので、今後もですね何かの形でこのお付き合いを続けていけたらなと思いますし、もし市民の方、札幌市民じゃなくてもこれを見ていただいて札幌のこういった活動に興味があってもっと詳しいことを知りたいなという方がいらっしゃったら直接団体の方に問い合わせをしてくださっても構いませんですし、天神山に、一報くださればおつなぎもしたりしますので、ぜひ興味を持って、私たちの活動それからみんなもこう一緒にやれることを見つけていきたいと思います。何か最後にこう一言言いたいこととかある方いらっしゃいますか。大丈夫でしょうか。あ、でははい、マイクオンにしていただいていいです皆さん。はい、はい、最後全然関係ないんですけど、はい、おかみから一言、はい、新藤さん覚えてらっしゃいますか。あ、はい、中学校の後輩です。えちょっとさっき画面見て急にえって思ってバスケ部の奥田義恵です。覚えてない。中学校で大変お世話になっておりました。あ、こちらこそお世話になりました。覚えてないですか。本当に学生時代の記憶が全くないんです。あ、先輩聞こえないっす。あ、そっか、あれあれわかります。学生時代の記憶がないそうです。あ、なるほど。以上です。以上です。以上。それでは街でばったり会いましたらぜひ声かけてください。ではこれで締めたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました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 。